そう、負けちまった。残念だったな。けどチームディマイズって言ったっけ、正直あいつらレベルが違ったよ。確かに、特に安城と木場の相手はすごかった。ただ俺たちもこのまま終わるつもりはないっす。いいぞその意気だ。ただトコハちゃんとシオンはちょっと心配だな。ええ、あいつらには世話になったし、なんとかしないと。